聖意の少年は1770年に制作されたトマス・ゲインズバラによる油彩の前身画であり、現在カリフォルニア州サンマリノのハンティントン・ライブラリーに収蔵されている。この作品はおそらくゲインズバラの作品の中でも最も有名なものである。裕福な金物賞の子であったジョナサン・バトール、1752年から1805年の肖像画と考えられているが、 未だ交渉としては確かなものではない。この絵は肖像画であると同時に復職の歴史を学ぶ教材でもある。17世紀のものである少年の服はアンソニー・バンダイクのオマージュであり、とりわけバンダイクの描いた若きチャールズ2世の肖像によく似ている。ゲインズバラは誠意の少年を描く前に何かをこのカンバスに描いており、 それに塗り重ねるようにしてこの作品を完成させた。ほぼ等身大で、作品の幅はおよそ48インチ、高さは70インチである。ゲインズバラのこの絵は彼のライバルであったジョシュア・レノルズの忠告に対する返答でもあった。レノルズ曰く、絵の中の光の塊、マス、は常に暖色の柔らかな木、赤、黄色がかった白でなければならず、青、灰、 緑という色は常にその光の塊の外にあり、柔らかな色彩を支えたり引き立たせるためだけに用いられるべきというのが私の考えだ。この目的から言えば、感触はわずかでも十分である。その反対はどうだろうか。光を感触にし、周囲を暖かな色合いにすれば、これはローマやフィレンツェの画家たちが描く作品で、馴染みの通りだが、 これでは、ルーベンスやキツヤーノといった巨匠の手にかかったとしても、その絵を素晴らしくまた調和の取れたものにすることはもはや、芸術の力の及ばぬところであるだろう。ジョシュアレノルズ・バンダイクによる、チャールズ一世紀の幼少期の肖像が、1637年。左から、メアリー、ブリーチングの儀式を迎える前の4歳のジェームズ、チャールズ、エリザベス、アンジョナ・サンバトールは、 1796年に破産するまでこの絵の所有者であった。その後に政治家のジョン・ネズビットが購入し、ついで1802年に肖像画家であったジョン・ホップナーの手に渡った。1809年頃に誠意の少年はグローブナー伯爵のコレクションに入ったが、その子孫であるウェストミンスター公爵ヒュー・グローブナーが1921年に 美術賞のジョーゼフ・リュビーンに売却した。この頃には、この絵は英国美術振興協会やロイヤルアカデミーなどの展示会で注目の集まるところとなり、様々な印刷物に掲載されるなど大変な人気を得ていた。1919年、この絵はドイツ人の映画作家であるフリードリ・ヒビル・ヘルム・ムルナウにインスピレーションを与え、彼の第一作である、 青い服の少年を制作する契機となった。その後この絵はイギリスで競売にかけられ、その結果、アメリカの鉄道王であるヘンリー・イー・ハンティントンに70万ドルを超える値で売却されたが、これは当時の絵画につく値段としては破格であった。1921年11月11日付のニューヨーク・タイムズの記事によれば、購入価格は64万ドルであり、 これは2014年時点の価値に直せば850万ドル以上になる。1922年、カリフォルニア州への発想に先立って、聖意の少年橋橋の間、ナショナルギャラリーに展示され、9万人もの人がここを訪れ鑑賞した。ナショナルギャラリーの館長だったチャールズ・ホームズは、この絵に感動するあまりカンバスの裏側に、オルボアール、さようなら。 チャールズ・ホームズよりと積別の言葉を刻んでいる。トーマス・ローレンスのピンキー、ポップアートの先駆的な画家であるロバート・ラウシェンバーグが絵画の道に進んだのも、この絵を見て感銘を受けたからだと言われている。ハンティントンが2枚セットで購入し、ハンティントン・ライブラリーでは向かい合って並べられているトーマス・ローレンスのピンキーはタイになる作品とされることが多い。この二枚のカラーイメージが、 男子イコールラを女子イコールピンクという社会通念を作ったと言われる。ありがとうございます。